はい、皆様こんにちは。どうも、今日はゲーム談義というコーナーでやってまいりました局長のおうちです。年末は大戦略 SSB を楽しむ予定の F 局員でございます。どうもゲーム買ったんですね。当て買ってるけど、大戦略懐かしいですね。なんかタイトル的に新作出たのでちょっと買ってみました。大戦略ってどこでしたっけ、メーカー。システムソフトです。そんな名前でしたっけ。そんな名前でした、ね、正直ちょっとダメな匂いがする。なんでダメな匂いするの、買っちゃったの。いや、わかんないですよ。まだわかんないですよ。まだやってもないので、ダメ指定は良くないんです。まあね、まあ、なんとなくパッケージを見た感じ、大丈夫かこれっていうような空気は出てる。なんで買っちゃったんだ。まあそんなゲームの話ですけど、今回、まあ、今までステップン談義とかやってたじゃないですかね。なんとなく最終回風にして終わって、それっきり更新してないですけど、今回ね、またゲーム談義としてコーナーとして、なんかゲーム系のものをお話ししていくっていうコーナーを作ってみました。NFT ゲーム限定ではなくて、いろんなゲームっていうことですね。そうです、はい。今回はね、ちょうど NFT 使う、まあね、ブロックチェーンゲームのね、話をしていきますけども、はい、何でもゲーム関連だったらこちらの談義でやっていこうかなと思ってます。一つ何を入れるかというと、ミートっていうゲームを私、情報を仕入れましたんで、お話ししていきたいと思います。ミートやろうぜミートやろうぜ、やらないですよ。ミートって急に言われましてもね、なんのこっちゃっていうお話があると思うんですが、まあ今日のお話はこちら、こんな感じで。知ってることを教えてくれるってことですね。そうですね。お話ししていきたいと思います。はい、まずミートってなんだっていう話なんですけど、まあ簡単に言うと、ステップンやってる方からすると、もう、そういう、すぐわかるっていう感じなんですが、ステップン型の農場、まあブロックチェーンゲームと書いてありますけど、ステップンの農場経営シミュレーション型ってこと。まあどっちかというと、まあそんな感じだと思ってください。はい、ステップンだと靴買うじゃない。ミートはファーマーっていう人を買って、農夫ですね。買って、換金可能な仮想通貨が稼げちゃうっていうゲーム。で、ルールはもうよくある。なんか、ヘイデイとか、有名なゲームがあるんですけども、そちらがやる農場ゲームなんで、すごくスッと、この辺やったことある人はスッと入ってくるっていう仕組みになってます。全く農場ゲームやったことない人でもスッと入れますか？入れません。正直な話。そこまでは甘くない。正直な話ですけど、このミートやろうぜって言ってますけど、私、実は、ほとんどやっておりません。実はうちの嫁がやってるんですよね。あと農場系ゲームをやったことない人、ゼロから行くといろいろね、なんか、これどういうことっていうのがいろいろあるんですけど、まあ、やってればすぐ分かってきますからね。そんなにね、ハードルが高いってものではないと。やってる。10分やってた人は、丸分かり。もう、農場系ゲームのやつはちょっとやればわかるけど、ファーマー買って、働かしたら回復しなきゃいけないとか、なんか、もろもろのルールとかが、あ、そういうことね。ファーマーを3人揃えると、なんか、エナジーが何本増えるとか、なんかもう、もろもろのルールがもう、ちょっとパクリすぎじゃないですかって心配するぐらい、ステップです。なるほど。了解でございます。はい。まあ、画面とかで見るとこんな感じでね、まあ、よくあるやつなんですよ。この辺に畑があるから、ここに農作物をポンポンと植えて、生えてきたら回収して。回収して、なんかこの辺の工場みたいなところに持って材料持ってって、こんなパン作りますわとかって、そんな感じでやってて、そしてここオーダーが来るんですよ。なんかこういうの作ってくださいみたいな。そしてそのオーダー。それはコンピューターもしくはサーバーからイベントとして来る。そういうことです。要はお題が来るわけですよね。それによ、そしてそれ揃えると出荷ってやって、その時にたまにこのお金に返す、MST ってこの銀のお金ですね。ステップンで言えば GST ですね。それがもらえたりする。換金はできないけど、農場の中で必要なこの赤いお金とかが入ってきたりとか、まあ、もろもろ入ってくるんですけども、まあ、そういうのをオーダーを繰り返して、ただただ答えていくっていう。それで、そのステップンとの共通点なんですけども、まあね、靴、こんな感じで。ジェムとかもあるらしいんですけど、まだ未実装なんです。MMT っていうやつもまだ未実装なんですよね。開発途中なんです。本当に。それでそのファーマーっていうのをミントしたりとかね、その働きした修復で。GST イコール MST のわけですね。そうです。はい。で、その MST はドルに変えたりとか、他の仮想通貨に変えることは普通に可能なんです。可能でございます。ステップンでやってる人はわかるけど、この MST は無限に発行される。ただ MMT は有限。右肩下がりのチャートが約束されてる。約束されてる。そうです。約束されてるはずですね。というか違うところがあるんですよ。フレンドシステムみたいな、なんかフレンドとかっていう関係性を作んなきゃいけない。ステップって基本的に歩いてるだけじゃないですか、一人で。なんかファミリーとかっていうのに属して、その中でこう、やり取りするとか。
で、このフレンドとかファミリーというものに属すと、ヘルプとかっていうのができるんですよ。俺、この、今この、なんか小麦じゃないけど、ちょっと牛乳欲しいわ、誰かくれませんかつったら、あげるよ、みたいな、このやり取りができる。さらに、泥棒ができるっていう、これがね、なんか、ちょっと変わったシステムなんですけど、人の畑、フレンド、友達になるじゃないですか。友達になると、はい、友達の畑に盗みに行けるんですよ。友達にはどうやってなる？フレンドで、チャットみたいなのがあって、ユーザー一覧みたいなところがあるんで、そこに友達になってよって問いかけたりします。申請的なもの。申請的なものをします。ユーザーの ID みたいなのをツイッターとかで流して登録してもらってるっていう人もいますね。それはたくさんフレンドを作るのが有利なんです。有利です。それがここね、フレンドがいっぱいいると、要は自分があれ欲しいわって言った時に投げるとくれる人可能性が増えるんですよね。100人いたら1人ぐらいくれるやろそうそうそう、そういうものと。でね、あとファミリーっていうのが入ってると、その活発なファミリーとかに入るとこの辺のヘルプもより やってくれたりしますし、いろいろランキング機能っていうのがあって、属してるファミリーがランキングその上位にいたりすると、1ヶ月ぐらいとかランキング上位にいると、おまけというか賞金みたいなのもらえたりとかね。そうするとなんか楽しそうな雰囲気ですね。もうソーシャルゲームってタイトルについてたんですけど、本当にこうコミュニティが楽しいかもしれないです。泥棒っていうのがあるんですけど、これがね、フレンドが増えるほどうちの畑荒らされるんですよ一生懸命育てた農作物が、はいはい、誰が泥棒したかが分かんないんです。分かります。足跡がつきます。分かるんですか？分かります。なのであいつうちの牛乳全部払いやがったっていうのが分かったりします。それは殺伐とはしないんですか？殺伐としてる人は殺伐としてます。ツイッターとかで見ると、もう俺の牛乳全部盗みやがって、あいつはフレンド解約中だとか、全部持ってくなとかって言い合ってるっていう人たちもいるんですけど、ただこれってゲームとしては泥棒は結構推奨されてるんですよね。ルール的にはフレンドいっぱい増やすと泥棒しやすくなるようになってるし、しかも泥棒すると、MST 稼げたりするんです。チャリーンって。ちょっとね、友達増えるとヘルプもしてもらえるけど泥棒もされたりとかね、いろいろあるんですけど、まあ何しろやり取りが発生しててちょっと楽しいんですよね。ステップでもアクティビートコードとかってあって、最初のうちしばらくはこれないと始めらんないってあったじゃないですか。こいつも一応コードがないと始めらんないんですけど、ただそのコードをそれ使ってもらうと、使ってもらってプレイしてもらって、その人がファーマーを買って本格的に参入してくれると、なんと自分が MST 稼ぐ時の量が少しずつアップしていくんですよね。だからめちゃめちゃみんな絶妙ですね。やろうよやろうよってやらせると、いや誘ってる人はどんどん稼ぎ量が増えていくっていう。なるほどなるほど。そういう仕組みが入るんです。もろもろね、ステップどういうものかって、どういう風にやればっていうのは、もうこの動画で永遠やってると永遠に終わらないので、この辺のノートの聞こえ方が書いてくれる記事とかありますから、この辺覗きに行くとかなりまとめられてるんで、おすすめです。それでそのミート始めるのに、こうステップンとかってめっちゃ金かかったじゃないですか、最初の頃。実は始めるだけだったら0円なんですよ。プレイするだけ、農場でやってやり取りしてね、フレンド作ってとかっていう、もうそれ以外何でもプレイはできるんですけど、肝心要のこの MST がもらえないけど全部できる。稼げないけど他のゲーム、農場を育てたりとかボロボロってどんな風なものかなっていうのはもう全部できる。まあただあと本当はまあまあ持ってたらこれだけ儲かってたよっていうのがしょっちゅうポップアップされます。誘いが来るんです。誘いで、あれもったいなくない、もったいなくないですかっていうのがちょっとうざいっていうのがありますけど、まあやれます。ここでそれでマーケットに行くと、言われば靴が買えるわけなんですけど、ファーマーとミニファーマーっていうのがいるんですよ。これをどっちかを買えば MST を稼げるように。で、このファーマーっていうのが、まあ普通の靴でございます。これがね、1.15 とかね、この辺の BNB で買うんですけども、まあざっくり日本円で言うと4万兆ぐらいしますね。ただこれだとちょっと高いという方は、このミニファーマーっていうのをお買い求めください。そうすると、当然稼げる金額はもう減るんですけど、小銭だけでも稼げるようになるっていうのがミニファーマー。これをまあ揃えていくことによって MST が稼げる。で、おすすめなのは、この3人購入でございます。12万円ってことですか？まあ、ざっくりですね。12万円。こっちのファーマーでね、やる。12万円ぐらいになります。ただ、正直ですね、この、ステップで言うエネルギー、エナジー的なのがあるんですけど、まあ、使い切れない。なんか、自分うち3人いるんですけど、やっと消費したわと思ったら、また回復しちゃって、あ、まだやらん、あかんのっていうぐらい、結構ね、なかなかなくならないんで、たくさん揃えても大変ですね。気になる収益の話なんです。これ完全に実録ですね。まず最初に1人買ったんです。ミントボックスで4万円1日。ここがミート始め記念日ですね。
その時は4万ぐらいだったんだけど、その後 BNB が上がったかなんかで4万7000ぐらいに上がっちゃったんですけどね。それでちょっと3日後ぐらいに、あ、これはちょっとやるわっつってやって始めて、3つ面白いからやってみるってことか、うん、やるって。しかも初日にこれ見てください、ここアンコモンって書いてあるじゃないですか一発目にあの 3% 引いたんですよ。ガチャ運爆発、ガチャ運爆発。なんか最初初めてやった時になんか緑色で、なんかステップと結構パラメータとかのあの数値とかの加減もかなり似てるんで、どんなもんなのかなとかっていうのも見やすかったんですけど、なんか初めて見た時になんかステップより桁多いなと思ってたんですよ、パラメータが2桁目入ってて、はい、まあまあ、パーマンのね、うん、そう、ミートってこれが基準なんだなと思って見てて、他のところとか見てたんだけど、なんかうちのやつパラメータよくねって言ってよくよく見たらアンコモンだったっていうのね。そこからひたすらレベル30まで上げていったっていうね。でレベル30がまあマックスです。これもステップと一緒。まあそれでここから理覚の日々が続いたって感じで、だーってやったら、まあざっくり2ヶ月いかない間でもう収益が、利益が出てる状態で、それは初期費用を回収した上でさらにプラス14万円、15万円ってことですか。そうよ、そう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 。あ、ここからね、いいね、ここからだけで言うと28万かな、なんかそこらぐらいになってますね。これはまたあれじゃないですか、回収した人たちの楽園が始まってるって。今は私楽園に入ってます。あ、もう楽園組楽園組のこと、だってもう回収したんですよ。もうゾンビには絶対にならない、楽園確定。だってもう完全にこれ日本円に、完全にうちの楽天銀行に持ってきてますから。でこれでまた半年後にちょっと火ついたら100万円ぐらい儲かりますね。儲かるかなって。今ツイッター上で見てる限りではトップランカーっていう人はもう月100万ぐらいいってるみたいですね。でも初期費用15万いるって。そうです、ファーマーさんに、ファーマーさんにいると。局長は一人目のファーマーがアンコモン引いてるから、うん、かなり有利な状態で進められた、うん、有利な状態で進めました。普通は3コモンでも十中八九3コモン、十中八九3コモン。そしてミートメリット、メリットを上げていきましょう。なんといっても、はい、歩かなくていいんです来ましたよ。もう今歩いたらいいって言ってたのにもう歩かなくていいになってる。今すごい雪降ってますからもう寒いわ、雪降ったわなんつったらね、外歩かない。あとこの MST の価格がめちゃめちゃ安定してるんですよ。びっくりするぐらいあるんですけどね。まあ2ヶ月ぐらいで元取れるでしょうって感じですね、コモン3つだとしても。でまだ先行者、ガチ勢がいない。あのステップンって結構いろんなツール出してる人とか、運営とのやり取りやなとまとめてる人とかはとかいたんですけど、全然いません。なのでガチ勢が全然少ない。まだね、いろいろ実装前だからレベルアップとかもまあ今できる状態っていう形がまあ一つメリットです。MST のチャートですね。これ辺、ずーっとこの辺、ずーっと行ったんですよ。で、ちょっとね、数日前にダブルミントキャンペーンってやったもんだからギューって上がったんですけど、キャンペーンが終わったらギューって下がってきたって感じで。まだ成長期なんですね。全然成長期です。で、デメリット。プレイ時間結構取られます。先ほど言いましたけど、MST って稼げますよって言ったんですけど、ステップってこう歩いてりゃ、チャリンチャリン入るんじゃないですか。歩くついでに稼げてましたからね。そうそう。ミートって農場でこう一生懸命育てて収めてとかいろいろやったとしても、必ず MST がチャリンと入ってくるわけじゃないんですよ。 あくまで労働が伴うってことですね。そうそう、なんかいくらやっても出ないなと思ったら急にポッと入ってきたりとか、なんかランダムなんですよ、入ってくるタイミングが。何かすると入るんですけど、先ほども言いましたけど、ファーマー3体だと しても結構エネルギー消費が時間かかる。対策としてみんなでプレイするって方法を結構おすすめしますね。あといろいろ流動性が、これプレイヤーが少ないってことの裏返しですよね。流動性が低いです。まだファーマーを売りに出してもそこそこ時間かかるんですよ。売れかかります。自分が一回ボックス売った時はやっぱり一番安い値段にフロア価格にしたにもかかわらず1日はかかりましたね。なるほどね。なんで、まあ、そこからは人数増えてるんでもう少し動いてると思うんですよ。まだまだ少ない。これ人数増えてからやると儲からないじゃないですか。そうなんです、はい、やるんならこの動画見て、うん、サンファーマー買えってことです。まあやるならば、やるならば。で局長がなんか人生変わってきましたよって言った頃にやるともうダメってことです。ダメでございます。だけどチャンスの証ではあります。まだチャンスなんで、わかります。言ってる意味わかります。あと、ここが一番ポイントなんですけど、運営大丈夫かなっていう不安が残るっていう話ですね。ついこの間まで、このジェネシスっていう2000番未満の箱がずっと売ってたんですよ。
あの即完売とかだったら全然大人気だなと思ってたんですけど、まあまあ全然履けなくて、履けなすぎて、それでミニファーマーっていうのが生まれたんですよ。まあそんな感じで、まあまだ客が少なかったってことで大丈夫かなっていう感じでしたね。そして一番自分個人的に困ってるっていうか納得いってないのが、 MST がなぜ安定しているのかさっぱりわからないってポイントです。仮想通貨冬の相場でなんでこうまだこんな高いところでうろうろって、このバーンと上がる前もなんかずっと安定してたんで、どういう仕組みなんだろうなっていうのがわからないっていうのが、わからないってことは何、これから何が起こるかわかんないっていうね。ちょっとまあまあまあ、相場ってそういうもんですからね。そう。おかしいな。うん、まあ最後です。ミート必勝法です。ミートこれからやるよって方に お伝えできる。まずやるのはこの辺を意識してやりなさい。うん、そういうことです。そういうことです。まずフレンドを ひたすら増やしてください。もう定型文でいいんですよ。友達になってとか。あと外国の方も、さっき日本語の人も増えましたけど、英語の人が多かったんで、うん、コメント欄でフレンドになってくれって言ったら、局長はおウェルカムトゥーミートみたいな感じになるってことです。実はね、今もうフレンドがねパツパツなんですよ。あの上限決まってるんですか？フレンド最大200人ってなってるんですよ。でもうフレンド150人ぐらいいるんで。ということは局長にコメント欄から申請してもどうなるかは分かんない、うん、ちょっとよほどのなんか強者じゃない限りはちょっとあんまり入れない、ね、コメント過去何回か書いてくれてるような人じゃないとちょっと勘弁してくれっていうこともあり得る。あり得る。あと言いながら結局嫁のアカウントなんで、あの嫁にお金かけてなきゃいけないんでね。そしてあとファミリーなんですけど、活発なファミリー、なるべくみんながワイ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 やってるところに入れたらいいなって感じ。ただ本当に有能なファミリーはもう満員になってるんで入れないんですよ。自分でファミリー作ってもいいんですけど、そのためには結構ね忙しくなっちゃうから、ちょっとねその辺が難しいところ、バランス難しいですけど、完全にみんな死んでるみたいなファミリーに入るとあんまりいいことないので。ファミリーは1ファミリーにしか入れない。そうですね、入れない。入る、別なところに入るには一回抜けなきゃいけないです。フレンドとファミリーは関係ない。関係ないです、はい。フレンドになってくれっていうのと、ファミリーに入れてくれっていうアクションは別ってこと、うん、別でございます。盗む。あんま盗みを推奨するとね、叩かれるかもしれないんですけど、一生懸命農作物とかを納品するよりも、盗んだ方が明らかに GST が稼げる、あ、MST か、MST が稼げるんですよ。農作物とか揃えて1回ってやるのに結構時間もコストもかかるんですけど、盗む方は1盗みってやつことでもう1回チャレンジって。で、次盗みって言うともう回数がどんどんできるんですよね。短時間の間。そうするとチャリーンって入ってくるよね。ちょっとここの辺ちょっと深く質問していき、はい、例えば局長が、うん、まあやってますと。やってますとプレイして。で、盗んだことが相手にバレる。バレます、はい。で、局長ツイッターやってると。まあ、ツイッターやってます。はい。嫌がらせ来ないですか？あの、その、リンクしてないですから。ツイッターのアカウントと、このキャラクターとか。よっぽど探さないと分かんない。よっぽど、うん、よっぽど探して、すっかり、全く同じ名前でやってるとかっていうの。いや、やばい人に話し、やけると、そのゲーム内のチャットから文句が来ます。あ、やばい人から盗むと、チャットで盗まないでくれって、次盗み返すぞぐらいのことは言われる。言われなくもないんですけど、まあ、ただ、もう盗むっていうのはもう、基本機能なんで、このゲームとしては。あんまりそこら辺うるさい人はまあまあいないんですけど、たまにね、このファミリーの中で、ファミリー内の盗み現金とかっていうファミリーがいらっしゃるので、そういうところのルールは守らないといけないんですけど。盗み専用のフレンドを勝手に作ってくる。あと、盗み方にもね、マナーをなんか、日本人だからなんですかね、盗み方にマナーをね、要求する方がいらっしゃるんですけどね。あの、全部盗むな、一部にしろみたいなとか。要は、漁獲量制限みたいな感じ。そうそうそう。あの、小麦は、あの簡単に育つからいいんですけど、ミルクはやめてくれみたいなね。そういうなんかマナー強要のマナーがね、なんかねツイッター見てるとマナーうるさいなとかって思ったりするんですけど、ただゲームプレイしてる最中に散々盗んでますけど怒られたこととかはないので、ある一人を特定的に盗んで盗んで盗みまくるっていうのはあり、うん、できますよ。もうお前いい加減にしろよって言われるぐらい盗んでずっとお前だけやないかいみたいなのもありな。まあありっちゃありです。盗みにはあるルールがありまして、盗むには盗みパワーが必要なんです。なので永遠に盗むことはできないんですよ、一定量だけで。例えば局長と私がフレンドになった、うん、ファミリーになったって言って、うん、私は局長から盗む、うん、局長は私から盗むっていう、はいはい、談合的にこう、うん、それは無意味なんです。いや、それはやろうと思えばできますよ。
それでリソースは増えていくんですか、減るんですか。一応、まあ、その MST を稼ぐっていうチャンスとしては、気兼ねなく盗み合えるって、なんか、フレンドができてるっていうのは非常にいいですよね。ああ、そういうこともありですね。ありですね。うん、うん。例えば、盗みをすると、10、なんか農作物があったとするじゃないですか。はい。盗みをすると、5、盗めるんですよ。5は、盗まれた方も少しは残るんですよね。盗んだ方は5で、もともとの主は5ってこと、ね、うん、そんな感じです。そして盗んだ方は盗みパワーが減るんですよ。そしたら盗んだ行為によってリソースは増えたり減ったりはしないんですね。まあまあそういう感じですね。世界の中で。世界の中で、なんか農作物量がな、ということは基本的にはないです。ということは談合したら、談合しても無意味ってことですか。そうですね。なんかこう、トータルの量が増えてお得っていう感じにはなる、ね。どうでもいい人たちから持ってこない限り、局長と私で奪い合っても全く無意味ってことですよね。うん、まあ、気兼ねなく盗み合えるっていうだけです。いやいや、それはただ遺恨がここにあと、農場のレベルっていうのがあって、育てられる農作物が違うんですよ。うん、なんかレベル高いとレタス作れるとかあるんですけど、レベル低い人はレタスはレベル高いものは盗めなかったし。だから同じレベルの人じゃないと盗み合い。ただ盗む相手には気使わないと怒られたりすることもあるので気をつけてねって。盗みをガードするアイテムっていうのも実は売ってるんですよ。番犬ってやつ、犬がいる。犬を飼う。結構優秀なんです。優秀なんですけど高いんですよ。どうしても嫌なら買ったらいいじゃんっていう、うん、でも得はしないよっていう、要は運営からとしてはやっぱこの盗み合いっていうのもコミュニケーションの一つとしてこの推奨してるんですよね。仕組み的に送るっていうことはないんですか。上杉謙信が武田信玄に塩を送ったように、うん、ああ、お前ちょっと送ってやるわ。残念ながらね、農作物は今のところ確かね送るっていう機能はないんですが、中にギフトっていう機能があって、なんかアイテムを買ってギフトしてっていうと、受け取った側が換金してお金、MST とかお金に換えるっていうことができるっていう機能が入ってます。なんかね、いろんなゲームとして結構面白そうですね、聞いてると。そうなんです、面白いんですよ、うんうん、あと一つヘルプしろっていうのもありますけど、ヘルプすると当然みんな助けてほしいっていう人たちもいますから、はい、助けてあげるとね、なるべくチャリンチャリンとね、ヘルプしたタイミングでも MST 発生することもありますから、一番効率的なの盗みですけど、この辺やっていくとトータル的にエネルギーがちゃんと消費されていい塩梅に稼げるようになりますよっていうのが一つでした。また報告会してください。あ、また、まあ、報告会ね、はい、やらせていただきます。大きな動きがあったら、まあね、そうですね、はい、まあ多分ないと思うけどまあ次回も絶賛プレイ中のゲームを緩く談義していきたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。バイ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 。このチャンネルは株システムトレードソフトイザナミのスタッフがゆるーく運営しております。詳しくは概要欄記載の URL から。チャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。